いいですかね。じゃあ、今日は、トライアルバイトライアルバリアビリティ&モーターラーニングということで、ちょっと2つ文献を紹介しようと思ったんですけど、ちょっとあまりちょっとポイント、あれポイントってなかったっけ、大丈夫し、いい、まあいい、2つの文献しようと思ったんですけど、小鳥の、ソングバードの、歌の学習、さえずりの学習の話を重点的にやって、ちょっと後ろの話は準備間に合わなかったのでまた次回にします。すいません。で、フィエテと線の論文です。で、まあちょっと今日ウーさんいないんですけど、ウーさんの活話運動の学習で、河津さんのフィードバックエラーラーニングを使っていると。他の方法はないのかというので、ズンっていうのを僕はずっと質問してたわけですけど、例えば強化学習だって同じことができんじゃないか。で、強化学習っていうのは、誤差が与えられるんじゃなくて、報酬が与えられて、うまくいった、うまくいきませんでしたっていう情報から、その運動学習をするというモデルです。その誤差情報がなくても、うまくいった、いかなかっただけでもできるんじゃないですかっていうのがこの話で。で、今日話すのはこの一番上の、フィエテの JNP の論文、モデルオブソングバードラーニングベースドオングラディエントエスティメーションバイダイナミックパートベーションのニューラルコンダクターズという話で、もともとは道谷先生がやられていた、コンピテーショナルモデルオブエビアンソングラーニング、まあその歌のさえずり学習の、強化学習のモデルをこれで言われています。それを拡張したのが今回の話です。で、実験の論文はいくつか読んだんですが、このプレイナードのグループとフィーのグループが出している話、これから説明しますが、小鳥の脳の中にエルマンという、この2つの論文というのは、小鳥の脳の中にあるエルマンという部位が、こう、思考ごとの揺らぎを出していると。思考ごとの揺らぎを出していて、それでたまたまうまくいったときに、うまくいったと、たまたまの揺らぎが、たまたまの運動の揺らぎがうまくいったらそれを強化すると。たまたまの揺らぎが失敗したとするとそれを弱くすると。そういうふうにしたら学習ができるっていう話です。で、基本的にそれが直感的な話で、で、このフィエテとセンの論文というのはもうちょっと理論的な話で、もうちょっとニューラルネットワークのノードパーターベーションという話です。で、日本語で一番分かりやすいのは小島さんという方が書かれた、小鳥のさえずり学習の神経記号という日本語で非常に良いレビューがあって10ページぐらいなんですけど、非常に読みやすくて分かりやすいです。多分これを読んで他を読むと非常によく分かるというのが今日の話です。で、こう鳥の脳の話、最初にどういうふうな鳥がどうなってるかっていう話ですが、こう縦にこういうふうに脳を割って、こいつが小脳で、で鳥の脳っていうのは私あんまり解剖知らないんですけど、皮質がなくて非定核というか核からなっていると。で、まあ、あんまり聞き慣れない名前ですが、HVC っていうのがあって、 RA っていうのがあって、モーターのところに行って、それでシュリンクスに行って、それでここで鳴き声をすると。で、まあちょっと大雑把にマップをすると、RA っていうのが大体人間とか哺乳類でいう第一次運動野。で、ここから、視床的なところに行って、まあちょっと脳幹的なところに、それでこれで、シュリンクスに行くと、生体に出ると。で、この第一次運動野の上に対応しているのが、ハイボーカルセンター。HVC っていうのはハイボーカルセンターの略で、まあ大体なんか人間とか哺乳類でいうと運動前野に対応する。まあ、工事の運動野という。ふうに思ってもらっていいです。っていうふうになって、で主にここからここに投射があって、ここの信号がここを通って声が出るっていうのが主な経路。これをボーカルモーターパスウェイで、まあ読んで字のごとし、まあ声を出すための運動のパスウェイになっているっていうのがこの HVCRA というようなパスウェイで。それとはちょっと平行的にあるのがアンテリアホーブレンパスウェイというのがあって、この HVC がエリア X に行って、エリア X から DLM に行って、DLM から LMN に行って、RA に
行って RNA に投射していると。HVCG から直接行く経路とこういうふうに間接的に行く経路があると。でこっちの間接的に行く経路を、AFP アンテリアホーブレンパスウェイと呼んでいます。でここの働きは何でしょうかと。こっちの AFP の働きは何でしょうか。で確かにこっちというのは発生さえずりに直接に関係しているんですが、じゃあこっちは何かというのが議論になっていて、で、成長大きくなった鳥にここの部分を壊してもさえずりはできるというので、さえずり自体に関係しているのではないということが分かっています。だからまあ学習に関係しているんじゃないかというふうに思われているわけですね。でこれが、まあ、大体今日お話しするのは HVC と RA と NMAN というところだけ覚えていただければ大丈夫です。これ3つで、じゃあここですね、このエルマンの働きについていくつかその論文を紹介します。2つ紹介します。エルマンっていうのはじゃあ何をしているかというと、ちょっといろいろ入ってて見にくいスライドになっているかもしれないですけど、こう、鳥がまあこうシラブル ABCDEF、 こう ABCDEF というシラブルを持ってこうやってなんかピピピピってなんかよくわかんないですけど、そう鳴くと、鳴いているときにある特定のシラブルに来た、この場合 B のシラブルに来たときに、したときを見つけて、でそれでそう鳴いているときを見つけて、それで電気刺激をしてあげると。そこのところにエルマンを電気刺激をしてあげると。そうでエルマン でこれが、スペクトログラムで、こういう横軸時間で縦軸フリクエンシーですね、まあ、ショートタイムフーリエ変換をやっていて、でこういうふうなスペクトログラムが書けると。で、赤のところが刺激したところです。この B のシラブルが来た時を音を検出して、それでその電気刺激をエルマンに与える。この赤の区間にこうやって電流を流してエルマンに信号を与える。そうするとエルマンに信号を与えた時と、ここにこれが歌スペクトログラムで、これが、その与えた時と、その与えた時と与えた時が赤いやつで、与えなかった時が青いやつ、そのアンプリチュードの違いです。でこの与えたその電流を与えた直後、数十ミリ秒後してからこういうふうにアンプリチュードが変わるというのが青と赤で違いが出てきます。で、この直後だとこういうふうにアンプリチュードの違いが出てくるけど、そうしばらく経つとこういうふうに違いが全然見られない。つまりエルマンを刺激することでその直後の歌 の振幅が変わるわけですね。でエルマンの例えばドーザルとベントラルって、まあ、2箇所場所を違うところを刺激すると、ドーザルを刺激すると基本周波数がこういうふうに上がったり、ベントラル側を刺激すると下がったりすると。だからまあ場所の選択性があるというのとか、これは何だっけな、そうエルマンを刺激した時とエルマン以外を刺激したのが赤と緑なんですけど、エルマンを刺激するとこう基本周波数がこういうふうに変わるけれど、エルマン以外のところを刺激するとほとんど変わらないと。こっちがどっちを刺激したかで、こっちがどれぐらいその周波数が変化したかっていうのを書いています。これ変化するやつと、エルマンを刺激すると基本周波数が変わるけど、エルマン以外のところを刺激しても変わらないと。だからエルマンっていうのは一つ、歌の、こう思考ごとのこの変化そのばらつきを制御してるんじゃないかということが示唆されます。っていうのはこの実験で、もう一つこっちの方が先の方がいいかな。もう一つこれはもう一つの論文で、プロスバイオロジーの2005年の論文ですけど、今度は、エルマンをに、テトロドキシンや、ムシモルを入れてブロックしてあげる、動かないようにしてあげる、ここを動かないようにして、ここの神経活動をブロックしてあげるとどうなるかというと、エルマンをブロックする前、エルマンのインアクティベーションをする前は、普通にしている場合にはこうやって毎回の歌っていうのがスペクトログラムが結構、例えばこことここって全然違う、結構違いますね、結構違う、こういうところとは違う、だからなんか毎回違う歌を歌う、はい、エルマンがちゃんと普通に活動しているときには毎回歌ってる歌が微妙に違う。で、エルマンを止めてしまうとこの3つがほぼ一緒ですよね。
エルマンを止めること、エルマンを止めても歌っている、歌ってるけど、この3回とも同じようなスペクトログラムが出てくる。つまりエルマンっていうのは、こうエルマンが活動することによって思考ごとのばらつきっていうのがを生み出しているという実験で、思考ごとのばらつきっていうのを生み出しているのがエルマンの働きじゃないかというふうに、言われています。で、ちょっとまあ本筋と関係ないんですけど、面白いのが、歌のこう思考ごとの変化の度合いっていうのは社会的なコンテキストによっていて、例えば、こっちのディレクティットとアンディレクティットっていうのがあって、この鳴くのはオスだけなので、まあメスに向かって歌うわけですね。で、メスに向かって歌ってる時と一人で歌ってる時、ディレクティットとアンディレクティットっていうのはそういう意味で、メスに対して歌ってる時と単に一人で歌ってる時っていうのがこう面白くて、メスに対して歌ってる時は、まあこれとかを見てもらいたいんですかね。これ基本周波数なんですけど、基本周波数がこういうふうにあんまり変わらないけど、アンディレクトって一人で歌ってる時にはなぜかこういうふうにすごいばらついてる。で、女性に対して歌ってる時には真面目になってちゃんとやっていて、一人で歌ってる時にはなんかバラバラしてるというのがこうあるんですね。まあ、これあんまり今日の話は関係ないですけど、まあ真面目にやればちゃんと歌えるんですけど、真面目にやらないとばらつかせるという、なぜかそういうのをコンテキストディペンデントであるというのは結構面白いなと思いました。で、ちょっと横道にそれましたが、エルマンの活動っていうのがその思考ごとのこの歌のばらつきを生み出しているという論文があります。では、じゃあこれをもとに小鳥がどういうふうに歌を学習しているか、さえずりを学習しているかっていうのに2つのモデルがあります。1つはスーパーバイトラーニング、教師あり学習ですね。教師あり学習と、まあ、誤差補正モデルとかですよね。で、教師っていうのはそのどれぐらい間違ったか、どれぐらい修正しなさいっていう誤差が与えられる、それをスーパーバイズドラーニング。そのためにはそうエラーシグナルっていうのが必要になります。で、まあ、その90年代から2000年代の初めまではそういう学習をしてるんだろうと思われていたんですが、でまあ、こういう人たちがそういうスーパーバイズドラーニングの、小鳥のサイズの学習の話をしている。それを、まあ、もうちょっと90年代の後半から、最近はどっちかというと、もしかしたら強化学習的なものを使っているんじゃないかというような話が出ています。で、強化学習というのはちょっと先ほど言いましたが、やってみてうまくいって報酬を、やってみて報酬が出てきてうまくいったらそれを強化する、やってみて失敗したらそれを、その今やさっきの行動がダメだったからそれを弱くする、それを繰り返していって、うまい方向に学習を進めていきましょうという方法です。リワードベースラーニングというか、まあ、レインフォースメントラーニング。レインフォースメントっていうのは、まあ、補強とかいう意味で、強化とかいう意味で、そのうまくいったのを強化するよというような意味があります。で、今言ったように2つの要素があって、それにはエクスプラレイトリービヘイビア、まあ、こうトライアルアンドエラー、いっぱいやってみて、こうやってどの行動がうまくいくかっていうのを探索する必要がある、探索をやる必要がある。それと、そのたまたま今うまくやったのか、たまたまうまくいったのか、たまたまダメだったのかっていうのを評価するパフォーマンスエバリエーション、つまりクリティックっていうのを後で言いますが、クリティックっていうコンポーネントが必要なっていうのを提案して、それで学習できないかっていうモデルもある。で、先ほどのエルマン の活動っていうのは、こう毎回毎回こう歌うことでばらつき、歌にばらつきを生じさせている。それはこういうエクスプラレートリービヘイビアの脳内基盤ではないかというふうに思われるわけです。で、学習しているときにはうまくできているのもあるんだけど、わざとこういうふうにばらつかせて、他にうまくいく方法がないかというふうなことを常に探索して、それでうまくいったのを強化して、さらにいいものを求めていくというようなこと。そのために、エルマンというのがあって、毎回毎回同じ、できるんだけど、毎回同じ方法じゃなくて、さらにいいものがないか、さらによくできないかというような、必ず探索する必要もあるわけです。エルマンがその働きをしているんじゃないかというのが、この道谷先生、道谷セジノフスキーと、あとフィエテの今日の論文です。で、ちょっとテクニカル、まだかな、これ普通の教科学習 の、 話ですけど、まあアクターっていうのがあって、これは自分、運動指令を出すところにエクスペリメンターっていうのがいて、エクスペリメンターっていうのは、エクスペリメントっていうのは、
あの揺らぎを与えるわけですね。わざと揺らぎを与えて、こっちにやってみよう、こっちやってみようみたいな揺らぎを与えると。そうすると、その揺らぎをもとにアクターが毎回毎回微妙に違う活動、あの行動、運動指令を出して、それでたまたまうまくいったか、うまくいかなかったかっていうのをクリティックが評価して、それをそのうまくいったら、そのさっきのやつは OK だから評価しなさい。失敗したらそれはダメだったから、さっきのやつ活動したのはちょっと弱くしなさい。ということをする。というのが評価学習のアクタークリティックラーニング。で、あんまりエクスペリメンターってアクタークリティックと言いませんが、まあ、ここはちょっとそのばらつきが重要なので、エクスペリメンターっていうのをあの明確に言っています。で、先ほどの HVC から RA のところの入力のところに、まあ、これを当てはめると、ここに運動の、あの、なんていうんですかね、高レベルのシラブルの情報が入っていて、じゃあ実際にどう動かすというのは RA で計算する。で、ここの結合がもしかしてプラスティシティを持っていて、そのプラスティシティを決めるのがこのエクスペリメンターのエルマン。エンピリックっていうのは、まあ、経験的なって訳しますけど、まあ、経験、まあ、やってみてうまいか、うまくいか、うまくいかないかっていう意味で、エンピリカルとかエンピリックっていう言葉を使っています。で、まあ、こういう学習が、こういう学習があるんじゃないかと言ってるのが今回の論文です。で、ここまでいいでしょうか。ちょっと早口でしたが。で、ちょっと右の図ちっちゃいですね。右の図ちっちゃいってすみませんが、ちょっと書けないので言いますが、ニューラルネットワークはこうなっています。3層のニューラルネットワークになっていて、ここの層があの HVC の層。HVC の層があって、HVC はあのあるシラブルの時だけ、あの特定のシラブルが来た時だけ発火するようにできている。で、それがこういうふうにあのこうアクソンを送っていて、ここにシナプスがあって、ここがあの RA の層になっている。HVC、RA、モーターユニットっていう。でこういうふうに信号の流れはこうなっていると。で、ここのシナプスが変化すると思っていて、それここのシナプスが変化するときにして学習が進むと思っています。で、学習を進めるときのトライアル&エラーをするのは何かっていうと、エルマンからのこの緑のインプット。緑のインプットが絶えず揺らぎを与えていて、それで、まあ、こっちから同じ信号が送られてきても、毎回毎回微妙に違うアウトプットが出るわけですね。こいつ、緑のやつが毎回違うから。それで、最終的にここのモーターユニットっていうのが、これ2つあるんですけど、実は4つあって、アンプリチュード、そのシグナルのアンプリチュードとピッチを、あの調節する、ピッチを調節するやつが実は2つあって、上げるのと下げるので2つのニューロンがあって、それでピッチを調節している。ピッチを広げたり狭めたりして調節する。あと、そのアンプリチュードを上げたり下げたりするので、調節するというのが、あのこっちのモーターニューロンです。で、こいつらはスパイキングニューロン、スパイキングニューロン。で、これはノンスパイキングで連続的な値を出します。っていうようなモデルの構成がこれ。で、これこうなっていく。それで今度一つクリティックというのは、クリティックは何かというと、実際歌った歌をテンプレート、実際の鳥の歌をテンプレート、先生の信号としましょう。テンプレートって、まあ、これになるべくマッチするように歌いたいと。これテンプレートの信号が。それで、これが今あの、モデルから出てきた歌、さえずり。これを比較して、これがうまくいってるかどうかっていうのを 1-0 で評価します。うまくいってたら1。こいつとこいつの、あのアンプリチュード、ピッチ あのユークリディアンディスタンスみたいなのを計算して、それがある程度の距離以下だったらリオードを与えて、これを強化しましょう。これが離れてたらリオードを与えない、もしくはあのマイナスのパニシメントを与えて、パニシメントを与えるというバージョンもありますが、とりあえずこことここは似てうまくいったら、ここを増強するような信号を出しましょうというのが強化学習、このモデルなので、ここの HVC、RA、モーターニューロンっていうのがアクターになってて、クリティックっていうのはここにいて、ここを比較して出てくる、戻ってくる。それでエクスペリメンターっていうのはエルマンになってる。っていう3つの構造が入ってる。これがモデルです。で、今説明してないのは、じゃあこの上の活動、その HVC の活動とエルマンの活動が与えられたときに、あと報酬か、与えられる、今だからこの
ここのプラスチシティっていうのは普通大体ここの活動とここの活動とそのプリとコストの活動とで決まるのが大変不足ですけど、さらに今リオードを入れたいのでリオードの信号も入ってくる。その3つが絡まってどういうふうな学習速をするかっていうのが次のスライドかな。で、まあこれが学習速になってます。で、学習速っていうのは、WIJ っていうのはちょっと記号説明すると、どっちだっけな、J 番目の HVC ニューロンから I 番目の RA ニューロンに投射している時のシナプスの強さですっていうのが リウォードとエリジビリティトレースの積になっている。で、エリジビリティトレースっていうのはこのエルマンのコンダクタンスとあと HVC からの送ってるコンダクタンスの積になっている。で、これだけだと分かりにくいのでどういうことになってるかっていうとですね、ちょっとこの G っていうのは単に時間の平均のやつなので、まあ、ちょっと忘れてもらうと、この W のコネクションっていうのがリウォードの赤 と、エルマンの活動のエルマンのシナプスの入力のシナプスコンダクタンスの S とあとは HVC のコンダクタンスの S というあの3つの量からになっている。で、これは HVC のアクティビティ、これはエルマンのアクティビティ、これはリウォード、まあ、同じ色ですね、この色を合わせている。で、HVC から RA に入力があって、エルマンから入力があって、たまたまうまくいってリウォードがもらえたとすると、こいつは強化しなさい。つまり、もうエルマン、この入射があったときに、エルマンからさらにプラスの寄与があって、さらに上がってたとすると、それでうまくいってたとすると、これはこいつを上げた方がいいでしょうっていうことですよね。で、つまりここがプラス、ここがプラス、ここがプラスだと全部プラスだから、こいつがこのコネクションを上げなさいっていうルール。で、一方、この活動が上がっあったにもかかわらず、その HVC からの入力が RA にからあったにもかかわらず、エルマンがなくて報酬が出たとすると、これはこのやつっていうのはそんなになくてもこのリオードをもらえることに対応しているので、これ別にそんなにいらないと。つまりこの場合だとこれがあるので HVC から入力はプラスで、エンピリからの入力がないのでこれはマイナス、平均引いてるのでマイナスになってリオードがプラス、プラスマイナスプラスになるのでこれが負になるので、こういう場合はW を減らしましょうということ、いう学習則。つまりうまくやって、それで今なんかそっちにプラス出してみて、それでリオードもらえたらそっちの方の同じに活動してるやつは強化しましょう。で、そのやってない時になんかたまたま活動したのはこれ無駄だから消しましょうって、それだけです。で、直感的にはわかる。直感的には大体わかる。かな？わかるといいですが。まあそんなに難しい学習速じゃないです。なんで普通はポストとプリのアクティビティの積でヘブ速って決まるんですけど、それにリオードがかかってる。もう報酬があった時だけ学習をしましょうっていう学習速です。で、これ学習速ですけど、じゃあ学習速ちょっとこれ今回のとはちょっと本筋じゃないかもしれないけど一応入れといたのはじゃあこの学習速どうやって導くのかというので、あんまりちゃんと説明しませんが、こういうことです、シナプティック入力っていうのはコンダクタンスにそのポストシナプティックメンブレンの差が出てくる。つまりこのコンダクタンスが上がると、こうメンブレンポテンシャルのことです。シナプティックカレントが上がって、メンブレンポテンシャルが上がると。でシナプティックカレントっていうのは、シナプティックコンダクタンスは何で決まるかっていうと、コネクションと、あと、一個一個のそのシナプティックコンダクタンスで決まる。これいっぱいあるわけですね。この、入力がいっぱいあるから。ので、我々は、こういう、この、グラディエントアーシェント、なんだっけ、勾配法、つまり、W を、変化させて R を上げたいとするとデルタ W っていうのを
このグレディエントに比例するようにしたらいいわけですね。そうするとこれはこのルールを使ってチェーンルールを使うと G の微分 G での微分と、本当はこれ変分なんですが G での変分とあとコンダクタンスの積になって単にこの式を使ってチェーンルールを使ってでこれを計算したいんですよね。これを勾配法で計算したんだけどこれを計算する代わりにコンダクタンスに対する線式 の変分を取ると。じゃあこれは簡単に計算できるんですかっていうときにこれを計算するときに、G に今ノイズが加わってなかったんですけど G にノイズを入れてみましょう。とコンダクタンスにこれはだからエルマンの入力ですね。エルマンの入力を加えると G っていうのは定数じゃなくてちょっとこの決まった入力じゃなくてここはふらつくわけです。ふらついたときに利用度が上がったか下がったかっていうのでグラディエントが推定できる。で、グラディエントがそのふらつきを入れたところでグラディエントの推定ができてそれでその共分散を取ることで、こういうふうなことが示せます。これガウシアンノイズだと思うとこれの微分取ってやればいいだけなんですぐ出せます。書ければいいんですが今書けないのでほっときますが、この式は出せる。つまりこの期待値が出せればこうやって報酬が もらえたかもらえなかったかっていうのと揺らぎがどうだったか、つまりこれが報酬が正でこっちが報酬が期待値より高くてこの方が正でそれで揺らぎも正だったとするとこれが正になるので、つまりそっちの方向その揺らぎっていうのは報酬を上げる方向にうまく働いた揺らぎで、でこれがプラスでこれがマイナスだったとするとその方向は報酬をもらえない方向に働いた揺らぎであるというのがこれから出せると。でこれが分かれば今これがこういうこの量から推定できるからこの式をここに入れると、それであとちょっとちょっとこの平均値っていうのを取って、ストキャスティックラーニングにしてそれであとちょっと簡単あまりばらつかないように時間平均を取るっていうようなことをすると、そうですね、このリオードの部分とプリとコストの部分 C とつまりこの式ちょっとすいません、ね、この式をここに入れると R と C と S になりますね。じゃあ R とこの微分っていうのは R と C と S の3つの項になっている。つまりデルタ W というのは R とエリジビリティとレスの中に C と S があると R と S と C の積になっている。だからつまりさっきの学習速っていうのは、長時間で見ると、学習このだ W を変えることで、この学習っていうのは、もらえる報酬を最大にするようなW を見つけようって勾配法になって、なんとなく意味は伝わるかな。もうちょっとちゃんと書いた方がよかった。スライドがちょっと中途半端ですいません。で、それがこれの意味ですね。この学習速がどうやって出したんですかって言ったらさっきの、この勾配法から出したと。で、ちょっと仮定が入っているしエイヤって出してるところもあるんですがこう出してると。で、これで長時間で見れば報酬を多くするように学習しているというのが保証されるということです。で、やってみましたというのがこれで、あとはもうやってみましたなんですけど、チューターソングがこれ、チューターソングがこれで、これがこれです。これが最初。それで、最初、HVC から RA のプロジェクションを完全にランダムにして、学習前にやると、もう、スペクトログラムっていうのはもう全然似ても見つかないものになる。で、この波形もなんかこんなやつですね。もうなんか特徴がないと。で、これは2000回ぐらい学習するのかな。2000回ぐらい学習すると、なんか波形的には似てるし、スペクトログラムもこれよりは似てるでしょう。大体似て、大体なんかこう、誤差が一定のところになると。2000回ぐらい。で、小鳥は、生まれてから成長になって歌ができうまく歌えるようになるまで10万回ぐらいは鳴くって言われているので、2000回ぐらいで収束するのはいいでしょうとは言っています。完全に一緒じゃないですけどね、というそういうことを言ってたりします。で、こんな学習ができる。
で、ちょっとちっちゃくてすみません。じゃあさっきのニューラルネットワーク の学習後のアクティビティを見てみましょうというと、HVC ニューロンというのはこう時々発火する、そのこれ6個代表かな、1、2、3、4、5、6、7、8個か、8個のニューロンを取って、いっぱいのニューロンから取ってきて、いくつか取ってみたんだけど、ずっと発火してるわけじゃなくて、HVC ニューロンというのは特定のシラブルの時だけ発火するというようなモデルになっていると。で、こういうモデルになってた時に、こういうふうな発火をしていたのがこれで、HVC ってこういう発火をしていると。で、じゃあそれで RA ニューロンっていうのはどうなってるかっていうと、RA ニューロンっていうのは4それを4種類に分けて、RA っていうのがピッチを上げるニューロンと下げるところにプロジェクトしてるやつ。で、今度はアンプリチュードを上げるのと下げるのにプロジェクトしてるやつを見ると、こういうふうにあんまりスペシフィシティがなくて、なんとなくこうばらついてるニューロンがいっぱい出てくると。でまあ、これから見てるとこのニューロンって何を行動しているかすぐ分からないんですが、実際 RA を取ってみると、信号を取ってみるとこういうふうにバースト的に出るというよりは全体的にこういうふうにバラバラ出ているような活動が見られるので、まあ最もらしいんじゃないかということを言ってたりします。まあ、あとこれでだから学習ができるっていうのと、まあ HVAC から RA の特徴がなんとなく説明できると。まあ、定量的ちゃんと言ってないんですけどね、なんか技術的にしか言ってないんですけど、まあそういうことを言っている。で、あとは結構テクニカルで、HVC ですね、すみません。HVC、一番上のニューロンの数を変えたときに、じゃあ学習のスピードがどう変わるか。で、HVC の数を変えると、その歌えるシラブルの数も変わるわけですね。HVC っていうのはそのシラブル の一個一個に対応しているので、数が多くなれば長い歌を歌えるので、長い歌を歌って数が多い場合と短い歌を歌って数が少ない場合があって、それで学習曲線を書くとこういうふうに書けて、でこれを見ると、誤差がこっちの方が多いように見えるけど、その最初の誤差に合わせてスケールするとスピードとしては変わらないっていうのが示せる。で、学習のスピードはその上の層の入力、一番上の層の数によらないとか、あと真ん中の層の こっちが HVC、RA ですね、こっちが RA です、逆でした。 RA のニューロンの数も変えてみたときに、 RA の数を200個とか、800個に変えてみたときに、学習スピードは変わらないということが分かる、というのが示せる。あとはですね、今度は、リオード、うまくいったときにはリオードを与えるっていう学習と、うまくいったときにはリオードを与えるけど失敗したときにはパニシメントを与えるっていうような学習則にしたらどうなるかっていうと、まあ、これも直感的ですけど、うまくいくっていうときにリオードを与えるだけっていうやつに比べて、こう失敗したらこう罰も与える方の学習が早くて、最終的に落ち着く先というか、そういうね、前近的な誤差っていうのも少なくなるというのが、まあ、これもまあそれは言われればそうだよねっていうやつで、まあ、これデイアンがやってるベースメントサブトラクションとかいうのと一緒です。で、終わりかな。で、まあ、まとめは、ソングバードのが、バードソング学習、その小鳥のサイズの学習っていうのはの特徴を強化学習、つまり報酬でうまく揺らぎを入れて、報酬で見る、テンプレートマッチングをするっていう方法で非常によく説明できると。で、っていうのが今回のやつで、ティーチャーシグナルを使っているのはスーパーバイズドラーニングを使わなくても、うまく説明できるんじゃないか。で、ちょっと僕もこの分野よく知らないんですけど、どうやら文献を読んでると今では強化学習のモデルの方が、まあ、みんな信じてるというか、そうだろうと思っているみたいな感じです。で、で説明したように、強化学習に必要な2つの要素、エクスプラレートリービヘイビアでトライアル&エラーのところというのは、エルマンが揺らぎを作って毎回毎回歌をばらつかされていることで、やってるんじゃないか。それ強化学習の1つの要素。もう1つパフォーマンスエバリエーションというのはどこでやって、それで報酬を与えるか罰を与えるかっていうのはどこでやられてるかっていうのはちょっとわからない。そこはちょっとまだわからない。で、いろいろスペキュレーションがあって、
このほとりの脳のどこかな、忘れちゃったんだけど、自分の歌だけに反応するような脳の部位があるらしくて、そこで、テンプレートと比較してるんじゃないかというスペキュレーションがありますが、まあ、どこからそういう信号が、リオードの信号が出てるのかっていうのは分からないと。で、シミュレーションから、まあ、ソングラーニングっていうのがそれなりに十分少ない数 の, あのシミュレーション、少ない数の半学習回数でできるようになったと。で、学習っていうのは、まあ、そのユニットの数によらないでできることができる。でこれもうちょっとあの解析的な証明が論文のあって、結構20ページの論文でボリュームがあるので説明しませんが、最後のあたりにあの簡単化したネットワークモデルで説明、こういうことを説明しています。で、まあこれ紹介した理由はちょっと今日ウーさんいないんですけど、ウーさんがどうもそのカワトモデルしか使って説明してないから、カワトモデルじゃなくてこういうモデルでももしかしたらウーさんのやつが説明できるんじゃないかと思いました。ので、一つのモデルにがいいと思わず、いくつかのモデルでいろいろやるのがいいんじゃないかと思ってこの論文を紹介しました。というので、まあ面白いと思いますこれ、はい。で、それでちょっと今日はすいません、サボってやらなかったんですけどちょっと文脈が違うんですが、ちょっとこの最初にだけ書いた、この論文、これモーリス・スミスのハーバードのグループの論文ですね。最近出たネイチャーニューロサイエンスの論文で、テンポラルストラクチャーのモーターバリアビリティーズダイナミカリレギュレイティッド&プレディクスモーターラーニングアビリティっていうのがあって、人がこう運動学習をする、まあ、こう手を伸ばしてその外力が加わっている時に手を伸ばす学習をやってるんだけど、そのベースラインのばらつきが多い人ほど運動学習が早いっていうのをあのビヘビアで言っています。つまりだからこう探索活動っていうのを常にしているような人は運動学習も早いっていうので、まあ強化学習的な学習も、まあこれ強化学習じゃないですけど、強化学習的な要素があの人の学習でも見られてるっていうので、まあ面白いと思うので興味があったら読んでくださいということですかね。で、はい、とりあえず以上です。もう西村止めていいよじゃあ